玉の回転めっちゃいい。センスあるっぽいな、言い方が。九州ハニーズ VS 豪華サンズ野球アメフト対決、よいしょ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、アメフトと野球ということで、はい、競技は違うんですけれども、共に福岡九州を盛り上げていこうということで、両チームに集まっていただきました。それでは早速出場選手たちをご紹介しましょう。まずは三塁側、豪華サンズの皆さんです。いいね。アメフト、まあ、お互い普通に過ごしていたらなかなかね、はい、交流することはないのかなと、ね、思うんですけども、はい、なんと福岡さんには野球経験者が多いそうで、そうです、元プロ野球選手までいますんで、そうですよね、はい、いろんなことが、ね、できたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、まずは開催に先立ちまして、本日ご協賛いただいております企業様をご紹介します。株式会社グリーンクロスの皆さんです。建設・建築現場でよく見かける安全用品の販売やレンタルを行っており、そのシェア率は全国トップクラスを誇る企業様です。本日はご協賛誠にありがとうございます。また今回アメリカンフットボール対決の各種目に一緒に参加していただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それでは引き続きまして、チーム分けを発表したいと思います。九州ハニーズ福岡サンズの皆さん、今日は混合チームになってアメフト対決を行っていきたいと思います。それでは A チーム、まずは九州ハニーズからです。ボールカットできてたので。
タオルいただきました。やっていきましょう。で、まあ、ちょっとね、劣勢になった時も全員で声掛け合えば、いい雰囲気保って、流れ持ってくれると思うんで、まあ、そこを全員意識してやっていきましょう。はい、最高なんか面白かったな。最高はグーじゃんけんぽい。先攻後攻後攻で分かりました。Thank you.
負けてるのでファンで大丈夫。まず1番誰とかめっと、え、ど、え1番言わないよ。え、負けてるけどハンデでいいから。見える？見えます。これアメトラ。いけいけいけ。走れ走れ走れんのか。怪我中か。おいあいつこんなんや。やばい。超マット。Thank you.
落ちたんちゃう、落ちたんちゃう、うわやばい、ホーム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 、あちょっと待って、やばい、やばい、やってるわ、やってる、あもうめっちゃ伸びん、ジョンスタのこの瞬間の顔が怖いですね。マジで乗ってます。
っと寄せて、まだいける、まだいける、
番困る。これもいいっすね。すりむいた足を洗う風景も野球っぽいっすね。ほっ、うん、あ、痛くない。笑え笑え笑え。あ、痛っ。それでは結果発表。イエーイ。神経が良かったんでこういう結果になったと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて2つ目の競技はフラッグフットボール。フラッグフットボールでした。フラッグフットボール勝者は、勝者はギネー。いいチーム。勝者にはまたプロテイン。良かったです。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、対決としては A 対 B は B の勝利です。イエーイ。今日一日を通しての MVP を発表したいと思います。こちらグリーンクロス前に先ほど耳打ちがありまして、私聞きありますので、名前を呼ばれた方は前に。本日の MVP は福岡サンズ長嶋選手です。ありがとうございます。野球は長ズボンでお願いします。あ、そうですね。次から長ズボン。ごもっとも。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。カメラに向かって今日の感想とご自身の活躍ぶりについて語ってください。はい。全種目楽しかったんですけども、まあ最後の野球対決で、まあいい感じにね、デッドボール当ててくれて、すごい盛り上がったんで、まあ一日通して良かったなと思います。
ただちょっと最後に、ビクトリー一発ギャグだけしたいと思いますので、お願いします。ちょっとおかしいだけ。じゃ、いきますね。V! V! ビクトリーの V! ありがとうございました。いつもはもう少し面白いんですけどね。ありがとうございました。久々の野球だったんですけど、本当にめちゃくちゃ楽しくて、やっぱスポーツいいなって思ったんで、まあ、自分たちはアメフトを盛り上げるんで、ハニーズさんは野球を盛り上げて、九州を、自分たちで、盛り上げていけたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。おめでとうございます。本当に楽しいイベントを開催させていただきまして、本当にありがとうございます。